いち戻らなきゃいけないのめんどくせえ。あれ、あらら、戻ってない、間違えた。回復じゃない、回復できない。奴らが死んだことだし安心していける。あれ、待て、ここじゃないな、ここじゃない、ここじゃない、ないない、もう一個隣。わからん。よし、頑張れ。私ここ落ち着いて、落ち着け。ちょ、まだいるんだけど、ちょっとこいつ殺しても生まれるやつやん、最悪なんだが。マジかよ、めんどくさー、もう。はあ、もう焦って落ちてもうたやん。倒しても復活しとるやん。匿名さんありがとう。びっくりするわ、ほんまに。やめてん、やめてん。で、ここもよ。OK。ここだっけ。あ、違うわ、ここじゃない。ここじゃない、ない、ない。ここじゃない。ここだね。よし、やっとついた。よっしゃ、よっしゃ。やっとつきました。なんということです、相当時間かかります。食べながらだと難しかった。
なっキャベツが無限キャベツっていうのを作ってみたけど、うますぎて止まらん。20年も経つの？すごいな。性能がしっかりしとるぞ。何？うわー遅い。強っ。強この子。大変。あ、ビビアンがいいや。やばい、マリオが死ぬ。マリオ、マリオ。やばい、死ぬ死ぬ。やべ、よこせマリオのハート。なかなか強い。バイバイバイ。XX か。よしよし。強いパックン。パックンじゃねえ、フラワーか。何？やばい、またマリオが危ない。オッケー、危ねえ。やべやべ、キャベツ止まらんな、これ依存症みたいな。うわ、最悪、死ぬかも。まずい。あ、やべ、ミスった。ちょっと遅い。痛い痛い。
なんてことだ。絶対次の班まで決めないと。オッケーオッケー。これさえ決まれば、ね、あいつめっちゃ追跡してくる。うわマジ。わあ、一回逃げよう。よっしゃ、やっと着いた。どこが最果て村、月まで届く大砲はどこなの。とにかく群れの人たちに聞いてみましょう。立派なひげをお持ちですね。私が得意のひげを見る性格判断を差し上げましょう。うんうん、あなたのようなモコモコとしたひげは頑固でわがままなタイプ。いかがですか、立派なひげをお持ちの方は。皆さんそうなのです。あー、うん、ここはボム兵にしか心を開かない者もいるボム。こんにちは、旅の歌。え、最果て村の大砲、うん、はっ、ぼーっとしてたボム。なんでもないボム。ボムボムを釣るとけ。雪が珍しいボムが、ここは一年中真っ白なんだボム。ボムは寝てる。朝日を受けてキラキラする雪を見るのが素敵なんだボム。開かないね。スキーやスケートを楽しむために最果て村に来たのは、何もないところじゃない。寒い、寒すぎるわ。ガイドブックよく見たら塩って言ったでしょ。旅の人、ちょっと待ってよ。そろそろこのキャベツをやめて。雪だるまを作ったボム。叶うことならこれくらい大きな男になりたいボム。だけど溶けてるのはごめんだボム。雪だるまか鎌倉合戦。さすがにいつも雪ばっかりじゃ飽きちゃうボム。ボンジュール、ヒゲのムッシュ。宿屋のマドマーゼルにしつこくしていたら外につまみ出されちゃったぜ。こうなったら僕の熱いハートで雪を全部溶かしちゃうぜ。白書、宿屋カードが勝手に見つかった。ここは心もリフレッシュ、宿泊券と。ごゆっくりお休みください。よく眠れましたか。シェフのナンシーが作っておいた最果て村名物のお料理をよろしければお召し上がりください。
これか。羊羹みたいな。よしよし、わわわわ、ちょ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 、待って、詰まった詰まった、とりあえず吹いてみた。僕は何も知らないもの、最果て村の大砲ビッグボムなんて知るはずがないもん。これじゃないの、こっちか。なんじゃ、最果て村に何の用じゃ。なぬ、大砲、そんなものはこの村にはないのじゃ。あんたは船長だな、なぜ嘘をつく。わしは以前この村に来た時、確かに大砲を見たぞ。むむ、あんたもボム兵なんじゃな。ならばお分かりだろう、大砲のことはボム兵以外には教えてならぬのじゃ。我々はあれを争いごとには使いたくないのじゃよ。もちろんそれはスティール、無論わしは何としても大砲で月まで行けなければならない。そうせねばこの世界が終わってしまうんだよ。世界が終わるとな。これは困った。実はのいろいろ訳ありで今は大砲が使えぬじゃ。どういうことじゃ。あの大砲を動かすにはゴールドマンの許可をもらわなくてはならないんじゃ。大砲でどんなものも望むところへ飛ばす仕事を始めたゴールドマンなんじゃか。奴はなりきりになった途端、大砲をほったらかしにして仕事を辞めてしまったのじゃよ。それに大砲の命をかけていたホワイト将軍がリストラされたショックで大砲の鍵を持ったまま遠いどこかの村に行ってしまったそうじゃ。ゴールドマンとホワイト将軍、そうなんじゃ。だから大砲を動かすのはゴールドマンとホワイト将軍を見つけ出さなくちゃならんのじゃよ。よかろう、ここへ来て後戻りはできん。マリオ、その二人をボム兵を探しに行くぞ。では二人を見つけたらまたここに来るがいい。セーブしてと。で、どこだろうね。ゴールドマンってコナリ君の、そうですね、最後の見たのはどこ。コナリキン君、あ、はいはいはい。
ッケーオッケーオッケーオッケーだけどさすがに眠いな。今日はね、じゃあここまでにしときましょう。また今度やっていきます。おつんつん、またね。ちょっと言葉数が少なくなった。じゃあの